ウィリアム・ヒュー、ウィリアム・ヒュー、A、ウィリアム・フュー、1748年6月8日から1828年7月16日は、アメリカ合衆国の政治家であり、アメリカ合衆国建国の父の一人である。ジョージアの代表として、フィラデルフィアで開催された、アメリカ合衆国憲法制定会議に出席した。フューは、貧しい自作能の,の家に生まれ、 その人生の後半で社会的著名度と政治的権力を勝ち得た。アメリカの偏境にあっては生き残りのために欠かせない自律的な性格を表し国の政治家や軍隊の精鋭集団と親しくなった。富裕で力のある人々との付き合いの中で醸成された民主主義的観念を備えたソヤの偏境の人々の考え方は常にデイビッド・クロケットや エイブラハム・リン・カーンの話で育てられたアメリカ人の想像力を刺激していた。独学のフューの場合はそのような描き方が正確に当てはまっていた。フューが持って生まれた指導力や組織化力はその公的な奉仕の感覚とともにアメリカ独立戦争での経験からもたらされたものだった。軍事行動のどのような段階でも重要となる指導力や組織化力は 南部で決意を持ったイギリス軍侵入者との危険で長期化した闘争が多くの開拓者の命に密接に関わるような作戦行動では特に必ずとされた。フューの公共の利益に捧げる態度や、生来の軍事的洞察力はすぐに愛国者側の指導者の注目を引くことになり、結果的にはフューに重要な政治的役割も任せることになった。 独立戦争は新しい国の政治的な未来に対するヒューの態度にも大きく影響し、武骨な偏境の個人主義者が各州の高級的連合の提唱者に変わった。ヒューのようなタイプの者たちが軍事的闘争の間に偏境にある者には大変羨ましく見える個人の権利が人民に対して責任のある強い中央政府によってのみ育成され守られることを認識するようになった。 この信念は、フューの長い公的な奉仕の中で特徴的なものになった。イングランドのホワイルトシャーのクエーカー教徒の靴屋の子孫、リチャード・フューとその息子で、ソン孫イ製造者のアイザック・フューが1680年代にペンシルベニアに移住し、フュー家はメリーランドの北部に住み、小さな土地でタバコを栽培して質素な生活を送っていた。 1750年代にこの地域では、干ばつが続き、フューケやその隣人、実際には、いとこや遠い親戚などからなる、ある種広い意味の一族が、絶滅の危機に立たされた。地域社会全体でその農園を捨てて、南部辺境にあるより、肥沃な土地にその運命をかけてみることに決断。この集団は、最終的に、ノースカロライナのオレンジ郡にあるヒルスボロからは1マイルの、 飯野川がみに沿った土地を新しい地盤に選定した。そこは当初ダーラム軍、当時はオレンジ軍であり、後にオレンジ軍ヒルスボロの頭部となった。ここで若いフューは18世紀の農夫に期待される技術を磨いた。オレンジ軍の初期の歴史に関する証言の中で、フランシス・ナッシュは彼の父ウィリアム・フュー・ジュニアは農夫の中ではマシな階級に属していたが、 平均的な開拓者よりも多くの子孫と高い教養を持っていたと記した。1760年代に短期間巡回教師を地域社会で雇ったことがあったものの、そのような生活では正式な教育を与える時間はほとんどなかった。この経験から、フューは修正読書を愛し続けることになる初歩教育を受けた。フューは基本的に独学のものであり、打ち続く。 農業労働に時間を取られていたにもかかわらず、法律を学ぶ時間を作り、弁護士の資格も得た。フューケの暮らしぶりが良くなってきた時に、オレンジ軍の中で政治的な指導者として、頭角を表した。しかし、他の多くの植民地政部の開拓者と同様に、世直しへの動きに巻き込まれた。これは、海岸地域の商人や農園主及び地元の政治家や法律家によって、 辺境や奥地の農民に課された政治的及び経済的規制に反応して育った人民主義運動だ。1771年までに抗議は闘争となり、ほとんど武装していない西部人の大集団が集まり、アラマンスの戦いでノースカロライナの民兵と対戦した。ナオ脇の戦争を参照力の差がある戦闘は民兵の干渉となったが、政治的な代表権や、 経済的な規制緩和という世直しへの要求の大半は結局植民地の議会に認められることになった。身近なところでは、フィューの兄ジェームズが放棄に関わったとして、公主刑に処せられ、ヒルスボロのすぐ東にあった。フィューケは、トライアン総督の民兵隊に略奪された。フィューケの残りは、ジョージアのライツボロに逃亡し、ウィリアムが一人残って、問題を処理し加算を売却した。 ノースカロライナにおけるこれらの確執は1770年代にイギリスによって定められた植民地支配に対するアメリカ人の考えを変えさせ始めた。東部の農園主も西部の新開拓者も新税や西部拡張に対する規制が実地という考え方にそぐわないと考え愛国者の指導者たちはあらゆる関係者の自由に対する脅威として描くことの できるものにこうするという形で、植民地内を団結させることができた。ヒルスボロで作られた、志願民兵すなわちミニットマン中隊に最初に志願した者たちの一人として、フューは訓練に参加した。外してフューの部隊は、植民地戦争の古参兵からその戦術的な指導を受けた。この時は、その訓練軍曹として中隊に雇われた、元イギリス軍五条からであった。 1775年末に大陸軍のために作られたノースカロライナでは初めての部隊の一つで家業の忙しさを理由に大尉の指名を断った。しかし翌年に一家の資産を処分し終えてジョージアの家族に加わると弁護士事務所を開きすぐに新しい土地で愛国者側での任務にあたり新しく得した軍事的知識を教えた。ジョージアでは地域を基準に 市民兵を組織し、各軍で地元の中隊から連隊を作った。フューは兄のベンジャミンが指揮を取ったリッチモンド軍連隊に加わった。その後の2年間、フューの軍隊任務は軍事集会に出席することであり、ノースカロライナで得た技術を友人や隣人に教えた。1778年のみ、ジョージアはロイヤリスト民兵とフロリガに駐屯する。 イリス正規軍による侵略の恐れがあり、フューも現役勤務に呼び出された。ジョージア人による最初の軍事作戦行動は悲惨なものになった。ジョージア軍と大陸軍部隊はうまく連動して、植民地南東境界近くのサンベリーで敵の襲撃を跳ね返したが、ロバート・ハウ将軍の大陸軍とジョン・ハウストン知事によって組織化された反撃は、 外国者軍が戦闘ガスティンに着く前に行き詰まってしまった。フューは、ジョージア民兵の中退を指揮していたが、上級士官がつまらないことで言い,い争い、また病気が蔓延して、部隊勢力を減らし始めるにつれて、兵団部門が崩壊し続いて部隊そのものが分裂すさまを目撃した。アメリカ人兵士の半分しか生きて故郷に帰れなかった。この年の暮れに、突然、イギリス軍が、 水陸共同で侵入してサバンナを占領し、ハウシキカの大陸軍と植民地東部の民兵隊を崩壊さた。植民地西部におけるイギリス軍に対する武装抵抗はリッチモンド軍連隊によって行われた。1779年を通じてフューが副指揮官となった。この連隊はイギリス部隊に探りを入れてコセリアいを理解し、イギリス軍が サバンナ占領後間もなく落とし入れていたオーガスタを放棄させた。市民兵が故郷を守ることに成功したことで、ジョージアにおける戦争の行方を変えることになり、地域の新しい大陸軍指揮官、ベンジャミン・リンカーン少将を刺激して攻勢を取らせることになった。リンカーンはその大陸軍とジョージアやサウスカロライナの民兵隊、さらに、 カリブ海から到着したばかりのフランス軍を組み合わせてサバンナの包囲を敷いた。しかし、リンカーンはすぐにその多様な勢力の動きを連携させることの難しさに直面した。フランス軍は他の任務に赴くためにすぐにでも任務を終わらせる必要性に迫られており、全軍で正面攻撃をかけるようリンカーンを説得した。その結果は損失を多く出す敗北となったが、 フューの連隊はアメリカ軍部隊の撤退を支える援軍の役目をしっかり果たした。この戦闘後、クリーク族インディアンがサバンナでの敗北はジョージア軍が弱体である証と解釈してイギリス軍の支援に回ったのでフューの連隊は辺境での任務についた。1779年のジョージアにおける敵の作戦行動はイギリス軍が植民地の南端から 反乱軍を相当して北上するための基地として使うことを計画した新しい南部戦略の一部だった。戦争の残り期間、フューの軍隊任務はこの戦略に嫌がらせを行い、植民地の指導者としての信頼感を強めることの両方で重要であることが分かった。フューの連隊が中心的役割を担う植民地西部の部隊は、 イギリス軍が、その位置づけを整理統合できないようにしていた。その地域は決してロイヤリストの確保地区とはならず、イギリス軍は両カロライナやバージニアに対する作戦、行動を必要としながら、辺境の民兵隊による脅威にも対応しなければならなかった。フューはジョージアにおける 存続可能な民兵隊を維持していくために必要とされることやその難しさの中で持って生まれた管理者及び兵団指揮者の能力を発揮した。経験や生来の常識によって忍耐を強いることを可能にし、重要な攻撃に備えて部隊を温存し、また部隊兵の安全を不当に損なうことなく弱小な敵部隊を打ち破る時と場所を選んだ。最も重要なことは、 ゲリラ戦の困難さを生き残るために必要な体力的活力を自ら示したことである。軍事における成功は政治の世界にも関連付けられた。1770年代遅くにジョージア国議会の下院議員に選ばれ国の執行委員会にも入り国測量監督官として行動しインディアンとの交渉ではジョージアを代表して 辺境での攻撃の危険性を最小化することに成功し、リッチモンド軍上級判事も務めた。その政治的な著名度が上がり、疑いもない指導力が発揮されると、衆議会は1780年に大陸会議のジョージア代表にフューを指名することになった。フューは大陸会議を1年間足らず務めたが、ナサニエルグリーン将軍がジョージアの大半から イギリス軍を駆逐することに成功したことに続いて、大陸会議は、フューオジョージアに送り返し、分散したジョージアの政府を再結集させた。この仕事が完了すると、1782年に大陸会議に復帰し、その後のほぼ10年間を代表として務めることになった。大陸会議代表を務める一方でジョージア国からは、1787年にフィラデルフィアで開催された。 アメリカ合衆国憲法制定会議への出席を求められた。この二重の任務によって、その時間が二つの会議体の間に使い分けられることになり、このために憲法制定過程の一部には立ち会えなかった。それでも、フューは強い国家的連合を生むことを確固として支持し、新しい政府を大陸会議が認めるように懸命に働いた。また、 1788年には憲法を批准するためのジョージア会議にも参加した。ジョージア州はすぐにその初代、アメリカ合衆国上院議員の一人に、フューを選出した。フューはその任期が終わる1793年に、政界からの引退を考えており、その代わりに、隣人からの依願に応じて、州議会でもう一期務めた。1796年ジョージア州議会は、フューを 巡回裁判所判事に指名した。この3年間の任務では、実務的で公正な判事としての評判を固めるだけで、なく、公共教育の著名な支持者にもなった。1785年に、ジョージア州アセンズに設立されたジョージア大学の創立役員であった。フューは、ジョージア大学を、アメリカでは、初めての州公認大学として設立するために、働き、 この独学のものが正式に教授できるという重要性を示した。ニューヨーク州生まれの妻の勧めもあって、フューは1799年にマンハッタンに移転した。そこでは銀行業や時には法律実務を行うことで家族を支えながら新たな公的奉仕を始めた。その新しい隣人はすぐにフューをニューヨーク州議会議員に選出し、後には 市会議員にも選出した。また、ニューヨーク州刑務所検査官を9年間、連邦貸金理事を1年間務め、その後に、ダッチェス軍の田舎屋に引退した。フューは、奴隷を所有することを選択できたが、そうはしなかった。フューは80歳の時に、ニューヨーク州、フィッシュキル、オンハドソンで死に、後には、妻のキャサリン・ニコルソンと3人の娘が残った。当初は、 地元のオランダ改革派協会墓地に埋葬され、後にジョージア州オーガスタのセントポール教会に移送された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。